仮面ライダーゼロワンフィッシュソーセージを開封していきます。うーん、ソーセージプルプルしてる。ガンダマス、みんなこんにちは。今日はタイトル、そして画像にある通り、こいつを開封していくぜ。カモン、聞いたね聞いたね。今日はね、こちらにあります仮面ライダーゼロワンフィッシュソーセージを開封していきます。では早速パッケージラインナップ見ていきましょう。ガンダマス、まずはパッケージ、正面こんな感じになっております。丸大食品仮面ライダーゼロワンフィッシュソーセージ。ソーセージといえば第何弾もあるよね。ということで今回は第1弾でございます。ソーセージは4本入ってるよ。カルシウムたっぷりだってさ。はい、ということでこちらにはゼロワンバルカンバルキリーがドドーンといますね。でこのソーセージ何が楽しみかというと、ガンバライジングカードが1枚入っています。このね、ソーセージでしか手に入らないカードなので、しっかりゲットしていきたいと思います。はい、こんな感じです。箱の底、箱のてっぺんです。それでは、ラインナップ見ていきましょう。第1弾は、仮面ライダーゼロワン、ライジングホッパー、ライジングホッパー、フライングファルコン、バイキングシャーク、バルカンシューティングウルフ、バルカンパンチングコング、バルキリーラッシングチーター、バルキリーラッシングチーターとなっております。で、この中でこの一番最初の箱正面にもあるんですけれども、このライジングホッパーはですね、白押しデザインとなっております。これをゲットしていきたいと思います。ではでは、山積みになっております。8箱1つずつ開けていきます。まずはこれ、ここに開け口があるから、グッとね、指を入れて開けていきます。こんな感じでソーセージ4本とカードが入っています。何のカードでしょうかね。それでは取り出していきます。あ、カードの感じ、触った感じ、こっちがカードの表面かな。お、ちょっと見えてますが、いきます。せーの、じゃじゃん。1枚目はバルキリーラッシングチーターでーす。後で詳しく見ていきましょう。それでは2つ目、こちら。開けます。出てこい。ライジングホッパー。よいしょ、よいしょ。せーの。おっと、2枚目もバルキリーラッシングチーターですが、先ほどとは違う絵柄になっております。かぶってない、かぶってない。では3箱目です。3箱目は何が入ってるかな。いきます、せーの。3箱目はゼロワンバイキングシャーク。なかなかいい感じで揃ってきております。では4箱目いきます。さあ、出てこい出てこい、素敵なカード。4箱目、ここに来てかぶってしまいました。バイキングシャーク。この時点でコンプリートの希望は消えました。でもでも、白押しデザインは諦めない。5箱目いきますよ。きっとピカピカの白押しデザインが出てくれるはず。いきます、せーの。うーん、バルカンか。バルカンパンチングコングです。被らないのはいいけど、やっぱり白押しが欲しいな。残り3箱、しっかり気合を入れて開けていきましょう。さてさて、次こそ白押し出てくるかな。せーの、やったー、出ました。白押しデザイン仮面ライダーゼロワンライジングホッパー。キラ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 、輝いています。やったね。いや、もう出ちゃったら負けなくていいかなって気持ちになってしまうですが、もう1枚出たらラッキーなのでね、やっていきます。というか全部開けろよっていう感じだよね。よいしょよいしょ。それでは7箱目、いきます、せーの。おー、いいですね。普通のライジングホッパー出ました。これはこれでいいです。それでは最後の1箱になりました。何が出るかな。最後の1箱、出てこい、せーの。最後の最後で微妙なのかぶってしまいました。仮面ライダーバルカンパンチングコングでした。てな感じで8箱開けて出た種類は6種類でした。まあまあいいんじゃないかな。今回出なかったのはフライングファルコンと普通のバルカンだね。いやー、まさかね、白押しがね、本当に出ちゃうだなんて思ってなかったから、とっても嬉しい。それじゃあカード詳しく見ていきましょう。
カードは開封して出てきた順に紹介していきたいと思います。ということでまずは仮面ライダーバルキリーダッシングチーターです。とってもかっこいいですね。後ろの炎みたいなね感じのね背景がねとってもいいですね。強さはこんな感じです。では後ろ側見ていきましょう。後ろもかっこいい、迫力がありますね。こんな感じです。お次もバルキリーでございます。先ほどは炎っていう感じだったんですが、今回はねビリビリビリっていう感じになっております。強さはこんな感じ。後ろ側はこんな感じ。後ろ側もねビリビリビリっていう感じだね。3枚目はゼロワンバイティングシャークです。はい、こんな感じでございます。サメですね、サメの力です。はい、強さはこんな感じ。後ろ側はおっと、後ろ側はですねフライングファルコンになっております。こんな感じです。4枚目仮面ライダーバルカンパンチングコング。はい、パンチングパンチング、背景は街中って感じですね。はい、こんな感じの強さです。後ろ側はお、普通のバルカン、普通のっていうかねシューティングウルフのバルカンになっております。足の裏が可愛いね。はい、こんな感じ。そしてそしてお待たせいたしました、こちらはなんと白押しデザイン、やったー、ゲットできたよ。ほら見てください、こんなにねキラキラしてるんですね。白押しデザインってちょっとだけかなと思ったらもうほとんどギラギラだよね。ガンバライジングでさこの白押しのデザイン出てくるとすっごいうわやばいどうしようっていう気持ちになるよね。僕もこの前ねなんか出たんだよね、うわやったって思ったもん。みんなにねまだね第1弾のねガンバライジング紹介してないんだよね。それもね第2弾やった時についでにね紹介しようかな。ほら近くで見て、こんなにキラキラしております。仮面ライダーゼロワンライジングホッパー、強さはこんな感じです。ではでは気になる後ろ側、はい、後ろ側はフライングファルコンでした。はい、こんな感じ。それでは最後です。先ほどの白押し見てね迫力がやっぱりあったのでちょっとなんか寂しい感じはしますが、仮面ライダーゼロワンライジングホッパーでございます。うん、ノーマルでもねかっこいいです。強さはこんな感じ。後ろ側はこうなってます。後ろ側はバイティングシャークなんだね。はい、こんな感じです。いやー白押し出て満足満足。ではこの辺でと行きたいところなんですが、忘れちゃいけないフィッシュソーセージ食べてみようのコーナー。ではありたけのフィッシュソーセージどうぞ。あらららららら、だいぶ散らかっちゃったまあね、なんてったって1箱4本入り8箱買ったので32本もあるんだから。あー、カードもぐちゃぐちゃバラバラ。それではこんなぐちゃぐちゃな中ですが実際に食べてみましょう。まずは開けていきます。この赤いところを通って、お、開いた開いた。そしてここをねずるっと剥きまして、お、出てきた出てきた。はい、これで食べる準備完了。プルプル、うーん、ソーセージプルプルしてる。いただきます。はーん、うーん、おいしい、とってもおいしいです。もう一口、はーん、うーん、あー、おいしい。もう一口、はーん、うーん、うーん、うん、おいしい。あれ、あともうちょっとでなくなる。うん、全部食べちゃおう、最後まで食べちゃいます。あー、おいしかった。まだ食べたいっていうか、まだまだあるから食べ放題じゃん。やったやった。あー、ガンバライジングカードもゲットできて、ソーセージもおいしくて満足満足。ということで本日はね、こちらもう箱開けちゃったからボロボロなんですが、仮面ライダーゼロワンフィッシュソーセージ第1弾開封しました。そしてめでたく白押しデザインのカード手に入れることができました。とっても美味しいしね、カルシウムたっぷりなので頑
マラジングカード欲しいなと思ったら、お家の人にね、これおねだりするのいいんじゃないでしょうか。カルシウムたくさん入ってるんだってとか言ってさ、買ってもらっちゃえや。ではでは、今日も最後まで見てくれてどうもありがとう。この動画もしよかったらグッドボタン、フィッシュソーセージ食べたいと思ったらグッドボタン、このカードかっこいいなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。このフィッシュソーセージ買ったっていう人いたら、コメント欄にどんなカード出たかとか教えてくれたら嬉しいな。そんじゃまたね、バイバーイ。ソーセージはプルプル、カードはかっこいい。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録はこの四角いボタンを押すか、この小豚さんのマークを押してね。コドモスは他にも楽しい動画がたくさんあるのよ。みんな見てね。